最近みんなソロの仕事が増えてきたんですよね。テレビで見かけると嬉しくなるんだ。みんな頑張ってるんだから俺も頑張らなきゃ。イベントのリポーターをやってみないかって言われたんです。初めての仕事だし、どんなものか全然わからないんですけど、すぐやりますって答えました。みんなが一人でも堂々と仕事してるとこ見せてくれたから、俺もかっこいいとこ見せたいです。俺も中学はサッカー部だったんですよ。サッカーは得意分野だから楽しみなんです。取材をする側になったことがないので、そこがちょっと不安かな。そうだ、取材のコツを教えてください。取材のプロが近くにいてよかった。これってすごいラッキーなことですよね。ちょっと不安がなくなりました。さっきサッカーコートを見てきたんですよ。俺もサッカーやりたくなっちゃった。楽屋が静かなの不思議な感じだな。やっぱりちょっと寂しいかも。いつもは緊張しててもみんなと話してるうちに自然に収まるんですけど、一人っていつもと違うな。新しいことに挑戦するのはいつもワクワクするんです。今日もすごく楽しみで、早くやりたいなって思ってるんだけど、緊張する。お、みんなからメール。ディアドリームって仲がいいよねって言われるんですよ。確かによくメールしたりするかも。でも純也くんとシンくんのメールはすごく短いんですよ。ほら、子供たちの勢いに負けんなよ。普段通りでいい。お前ならできる。短くてもメンバーからのメールって励まされるな。じゃあ行ってきます。お疲れ様でした。緊張したけど楽しかったです。とにかくやりきれてよかった。プロのサッカー選手にインタビューできる機会なんてめったにないですよね。内心子供たちよりはしゃいでたかも。子供たちはサッカー選手になりたいって夢を語ってくれて、目がすごくキラキラしてたんです。憧れの選手が目の前にいて、ますます夢が大きくなったみたい。子供たちに負けないように俺も頑張らなきゃって思いました。あの子たちがいつかプロのサッカー選手になったら、その時はまたインタビューしてみたいな。イベントが終わったら一緒にサッカーしようってあの子たちと約束したんです。ちょっと行ってきていいですよね。携帯どうしよう。置いてていいか。行ってきます。サッカーやりたいとか言ってスタッフさん困らせんなよ。